麗に音声を取ってくれるので、これはだいぶいい買い物したなっていう。はい、皆さんこんにちは、まとま TV です。今日は忙しい人のための機材レビューということで、こちらタスカム DR10L ピンマイクレコーダーをレビューしていきたいと思います。では早速 DR10L の中身を見ていきたいと思います。こちら本体で、こちらですケーブルですね。本体の電池もついてます。こちら USB ケーブル、はい、ではあとはこちらマイクのピンマイクのキャップと、あとはクリップですね、ポケットとかにつけるホルダーですね。ではこちら最後、あとは嬉しいなんかタスカムのオリジナルのバッグもついてます。マイクロ SD カードが付属されていて、すぐ使えるのも嬉しいですね。はい、ではですね、早速こちらのタスカム DR10L を装着してみました。今ですね、動画を撮影しているのがキャノン 8000D にロードの外部マイクを取り付けてます。で、こちらテーブルの上にあるのが Zoom の H2N ハンディレコーダー、そして最後にこちらのタスカム DR10L、 こちら3つを聴き比べてみたいと思いますので、早速いってみましょう。皆さんこんにちは、ただいまロードのマイクで録音しております。音質はいかがでしょうか。皆さんこんにちは、ただいま Zoom の H2N ハンディレコーダーで録音しております。音質はいかがでしょうか。皆さんこんにちは、ただいまタスカムの DR10L で録音しております。音質はいかがでしょうか。はい、皆さん今聞き比べていかがでしたでしょうか。このカメラの音声なんですけど、カメラ実際ですね、3メートルくらい離して撮影しているので、結構声が遠かったんじゃないかなと思います。こちらタスカム DR10L なんですけれども、僕今までですね、2種類ぐらいですね、ピンマイクを使っていたんですけれども、結構ね、周りの音をすごく拾ってしまったりとか、ちょっと雑音が入ってしまったりとか、あ、これお仕事では使えないなっていう感じだったんですね。ですがこのタスカム DR10L はもう YouTube 撮影だけじゃなくてもお仕事、例えばですね、インタビューを撮ったりとか、外の方でロケ撮影行ったりとかですね、そちらでも結構使えるんじゃないかっていうぐらいクリアな音質だなっていう印象でした。ところで皆さん、車を運転しながら動画を撮影される方も多いんじゃないかなと思いますので、じゃあ実際ですね、ロードスターを運転しながらこのタスカム DR10L で録音してみると、どんな音質になるのかっていうのを実験してみましょう。じゃあ早速行ってみます。はい、ただいまタスカムの DR10L をロードスターを運転しながら録音しております。品質はどうでしょうか。録音の皆さん聞こえはどうでしょうか。結構このエンジン音がね、ゴーって響く感じもありつつの、だけど自分が喋ってると自分の声を前に出して録音してくれてるっていうような印象です。結構ね、この車運転しながらでも綺麗に音声を取ってくれるので、これはだいぶいい買い物したなっていう印象ですね。はい、じゃあ曲がっていきます。ウェイ、いかがでしたでしょうか。このタスカムの、ね、DR10L 結構本当にお仕事でも使えるし、 YouTube 動画でも使えると思うので、これは僕は結構買ってよかったなと思います。ぜひですね、カーチューバーの皆さんも YouTube を撮るときにもっとクリアな音質を撮りたいっていう方にはぜひおすすめです。動画の概要欄にこちら商品のリンクも貼っておきますので、ぜひ皆さん参考にされてみてください。それではまたまとば TV でお会いしましょう。バイバーイ。